どうもー、影やんです。ですね、今、ちょっと父親をですね、病院まで、送りました。送って、今からこう僕はこの休日をですね、いろいろとこう動こうというところですね。今日はですね、一応予定はある程度もう埋まっている状態で、いろいろ動いていこうというところで、売上入金してからですね、散髪とかね行ったりするんですけども、時間があればなんですけども、いちご大福をね買いに行こうというふうに考えています。それがね、石部のね、いちご大福なんですけども、石部にあるお店ですよね。何やったかな、なんとか町営堂やったかな、とこいうとこにこうでね、もうそこのいちご大福は結構人気らしくてですね、行ったらもうない場合もあるらしいですね。でなかったらね、違う大福か何かを買ってこようというふうに考えてますけども、これはね、その散髪屋さんですね、僕の行ってる散髪屋さんに教えてもらって、その散髪屋さんが結構ねスイーツが好きでですね、結構教えてもらってるんですね。結構っていうか、なんか山崎製パンのですね、滑らかプリンやったかな、蒸しチーズケーキの滑らかプリン この情報というかね、それが100円、コスモスで99円で売ってるやつなんですけど、それを教えていただいて、で食べたらね、99円でこの内容っていうような、こう美味しい、そのね、蒸しチーズケーキなんですけども、中がねもうプリンになってるという、ものでですね、こう一度食べたらこう、食べてしまうというね、ついついだから1週間に1回コスモスに行くんですけども、そこで毎回買ってしまうというところですね。ほんで、そのね、蒸しチーズケーキのとろけるプリンか滑らかプリンか忘れましたけど、その、それを山崎製パンのそれをね買うところにですね、横にですね、なんか、なんていうんですか、ドーナツみたいなのが売ってるんですね。でそれに僕はハマっていてですね、今は結構ねそれを、買いますね。ほんでそれを食べたりとかですね、他のなんかエクレアとかね、その辺もこう、買ったりはしてますね。で、こうこのスイーツ結構知っておられるんで、その人がおすすめするいちご大福なんでですね、ちょっとこう興味があるというか食べてみたいなというふうに僕の中で思っていてですね、先月にねこう教えていただいたんですけど、なかなかねこう休みにこういろいろ予定があって、その石部まで行かないといけないのでですね、なんか時間的になかなかこう、難しくてですね、行けなかったんです。今日なんとかね、3時ぐらいからこう開くと思うんで、その足でガーッと行ってですね、で買おうというふうに思ってます。石部なんです。そこまで遠くないですよね。だから立東とかそっち側の方からこうずっと次石部になるんでですね、そこへこう行こうかなというふうにこう思っております。スイーツとかですね、その、お酒のあてになるようなものとかですね、あとはなんかこう美味しいものとかですね、そういうものっていうのはね、こういろいろ動いてですね、その買っていって、食べてね、どうかこう試すというか、その、せっかくなんでね、こういろいろこう美味しいものを食べたいなというのが僕最近、去年ぐらいからよく思ってて、で特にそのスイーツの美味しいのっていうのもなんかこういいなと思っててですね、そのスイーツってね結局そこまで高くないんですよね。一個一個を見るとその何百円、一個で1000円超えるいうことがほぼほぼないかなというふうにこう思うのでですね、その、楽しみにね、こう例えば居酒屋飲みに行ったらもう5000円とかこう行きますでしょ。ほんで、2軒目行ったらもう全部で結局1万円ぐらい行っちゃったみたいなことがあると思うんですよね。で今こうコロナのこの関係で全くその外食がほぼできない状態なんでですね、楽しみがその食べ物としてはですね、スイーツに結構行ってるかなと思います。
おつまみ、お酒のあてもね結構探してるんですけども、スイーツはまあ僕の中でこう結構、探すんでわざわざ買いに行くのもこう面白さの中になってますね、前お客さんに教えてもらった、下笠いちご園っていうところのいちごなんかはねなかなかこう、美味しくてですね、その1パックこう750円やったかな、紅ほっぺっていうのがあったんですけども、それなんかはめちゃくちゃうまくてですね、いちごでこう言うたらかっぱえびせんでねこうやめられない止まらない言いますけど、いちごでやめられない止まらない状態になりましたね。その、1パック結構入ってるじゃないですか、それがこうどん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 食べてしまってですね、自分で1個全部食べてしまいそうになったんで、ね、家族にも食べやいってこう渡したという、ことがありましたね。で、家族もですね結局1個で止まらず何個も食べていたというところですね。それぐらい美味しいいちご、で、そういうの、まあ、結局ねこうなんかネットで見るのもあれなんですけども、結局知り合いというかねその、お客さんとかね、そういう自分のこうつながりのあるその中ですよね、そこでこう教えてもらったもんでこうやっていくとなかなかこう、美味しいものにこう出会える、美味しいもの以外でもいろいろ出会える状態にはこうなってるんですけども、だから今ちょっとスマホが切れたんですけども、ちょっとねこう、どういうんですか、車のこのガラスでですねスマホがこう熱くなるんですね。で熱くなっていったらこうスマホがこう切れてしまう状態になるということなんで、仕方ないですね。そろそろこれやめなしゃあないんですかね。こう結構熱くなるともうスマホ自体がこう電源が落ちる状態になるんでですね、これ夏はちょっと難しいね。こう冬でもこの状態なんで、夏はよりできないかなという感じがありますね。まあまあということで、まあ今日はね、いちご大福をできれば買いに行きたい、時間がこうなんかこう予定外のことがあってこうずれてしまうとちょっとできませんけども、なるべくはこうやっていきたいなというふうに、考えております。ということで以上です。今日もね張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。